こんばんは、ジョン・カビラです。今日はフットボールファン待望のエキシビションマッチ、浦和レッズ対ジェフユナイテッド市原。今日は中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は非常に気温が低いようですが、中西さん、はい、これはやっぱりしっかりアップをして立ち上がり怪我に特に気をつけてほしいですね。キックオフで試合がスタートしました。先にゴールネットを揺らすのはどちらのチームでしょうか。前に出した、右へ回して、真ん中から上がっていこうというところ。これはキーパー正面、余裕で掴みました。縦へのパス、ここはボールを下げました。突破させません。素晴らしいディフェンスだ。前へ、そこから佐藤、ジェフ、ボールキープしています。縦へ繋いで、エメルソン、スクエアにボールを運びます。佐藤、うまくコースを塞ぎます。そして長谷部、浮き球のパスが出た。これは通らない。よく抑えました。キーパーはシーノ。右サイドから上がる、いい位置でスローインになりました。ボールを入れるのはアニュー。いいボール、前に送る。そしてここはエメルソン、右に出して、さあワンタッチで縦に大きく出します。中西さん、両チームともまだ攻撃控えめのように見えますが、ちょっとまだお互い探り合ってる感じですね。さあ先制点のチャンスになるか。さあ正面だ。ちょっとタイミング合いませんでしたね。ここからサントス、これもクリア。ここぞというところにはしっかり寄せてますよね。ヘッドで戻します。主審がファールを取りました。これが今日最初のファール。ここは長谷部、ゴール前入れてきた。よくカバーしましたよ。縦に送ります。必死に守ります。ジェフ、なかなか最終ラインを割らせません。ボールはタッチラインを割ります。スローインはレッズ、スローインから長谷部、下げて、ここは内立て、
中へ返します。左へ回して、あっと外した。今の攻撃はいかがでしたか、中西さん。はい、いいと思いますよ。あと少しですね。前半の15分を回りました。スペースを狙う、通った。ボールはタッチを割ります。ジェフ、スローインです。スローインするのは佐藤。回してエメルソン、タッチを割りました。ボールを入れるのはレッズ。ボールを持っているのは山田。ロングスローの上手い選手です。そこから山田、先制のチャンスだ。ホイッスルがありました。このボールを蹴るのはなった。チームいい反応をしました。頭で返してジェフ。前半の中盤に入りました。しかしまだシュートがありません。ちょっと慎重になりすぎてますね。さあジェフ、前半最初のコーナーキックになります。今日最初の大きなチャンスを迎えます。はい、チャンスですよ。シュート、これもクリアされます。最終ライン集中してますね。ボールは後方へ、右サイド長いボール、つないで長谷部。スペースを使う、ここはつながりません。縦に出す、ボランチの鈴木、前へ送る、来た。キーパーしっかりと掴みます。頭でつなぐ、もう一度。さあ一気に前線へ送った。いいタイミングで出しましたね。狙ってきた、手で弾いた。しかし中西さん、いいコースのシュートでしたね。はい、ちょっと危なかったですよ。チャンス続きますね。ジェフ、ここまで持ってきました。硬い守り、この位置でスローインです。まだ両者得点はありません。ゴール前に入れた。ディフェンスいい集中力溜まってます。ボールはゴール前、しかし弾きます。左サイド長いボール、前に送って前方へ。まもなく前半も30分が経過します。後ろ、左を使って、左サイドからの攻撃になりました。大きくすくった、タイミングが合わない。さあシュートだ、キーパーセーダー。素晴らしい集中力、タッチに逃れました。0対0、点差はありません。先制のチャンス、頭でくる。これはゴールキーパーよくキャッチしました。前に送る、スペースに出した。おっと、いいボール出ましたよ。打ってきた、体で止めた。さらに来る、ポストスレスレをかすめていった。もう少し丁寧に打ってほしかったですね。ここでシュートを放ったのは田中。さあここで長谷部、左にさばいて縦に出して、ミドルシュート。ここは入れたかった。
これは狙ってきましたね。そうですね。縦に出した。前線に送られる。これはタイミングが合いません。前に出した。そしてサントス、左サイドから攻めていきます。右に振って縦へのパス。そしてここは裏井、左サイドへ。ここから鈴木、ここは山田、回してエメルソン。抜群のスピードを持っています。右サイドから攻めていきます。右サイドからのコーナーです。さあコーナーからの最初のセットプレー、ショートコーナーだ。これはクリアします。プレッシャーをかけます。後ろに叩いてヘッドで戻します。右に送って、そこから羽生、右に振ってきた。下がったボールは佐藤、左に展開します。下げて前へ、下げてここは坪井。前半40分を回りました。左へ回す。危ない。これを決めた。ゴール来ましたね。前半40分レッツ先制。素晴らしいゴール。ゴールしたのはフォワードエメルソン。スタジアム中が大歓声で揺れています。美味しいところをきちっと決めてきましたね。そうですね。あ、中西さん、しかし見事な先制点が見れました。はい、非常にいい時間帯に点灯出ましたね。ここで先制しています。この得点で試合に動きが出ると思います。繋いで羽生、そして村井、右を使って、そして左から村井、右へ展開して、さあ縦へ、鉄壁の守りを見せます。早く押し込みたいジェフ。ここは阻まれます。これもクリア。ここぞというところにはしっかり寄せてますよね。ボールはタッチラインを割ります。スローインはジェフ。ボールを入れるのはフライ。右を使ってきた。ここでカット。サントス大きく横へ運んでいきます。そしてここは長谷部。危ないところでした。サイドに逃れました。さあ長いスローイン。プレーが切れます。ゴールキックです。この位置から山田、横へ運んでいきます。ここから長いフォワードエメルソン、いい守りを見せました。ここで前半戦が終わります。レッズ前半に先制して折り返したわけですが、中西さん、いや、いい雰囲気で前半終えることができたんじゃないですかね。それでは前半戦のデータをもとにお話伺います。レッズフィールドの使い方については中西さんどう感じられました？はい、
バランスよく使えていると思いますよ。それがスコアにも表れてますね。なるほど、ありがとうございます。前半戦が終わったところで1対0レッズ1点リードで前半を折り返します。それでは引き続き試合をお楽しみください。さあ後半の笛が鳴りました。エンドが変わって右にレッズ、左にジェフ。さあ前へ、うわー、これはエリアギリギリか。これはペナルティの外ですね。さあこれはキーパーセーブしました。山田詰め寄られました。下がったボールは長い、スローインへと変わります。スローインするのは長谷部。来ましたか。狙った、キーパーを防いでいる。ピンチを逃れました。ここは坪井、縦へ、ボランチの鈴木、右に展開します。右から攻めます。いや、いい反応でしたね。レッズ得点後の動きですが、中西さんどう思われますか。はい、いいリズムでいけてると思いますよ。この流れに乗ってさらにゴールを狙いたいですね。なんとファウルです。フリーキックです。さあ狙っていった、キーパーパンチング、防いだボールはラインを割っていきました。いい感じでしたね。しかしこれはキーパーのプレーが上回ったところ。もう一度チャンスになります。ただ流れは来てますよ。中を狙ってきた、なんとかクリア、ミドルシュート、あー大きくそれました。なかなか追加点を上げられません、得点のイメージをしっかり持って攻めてほしいですね。回して村井、激しい攻防です。ジェフ中央から上がっていく、これはファールを取られました。倒れた選手が引き起こされます。ジェフボールになります。ここで笛です。前に送る、レッズスペースを潰します。縦に送ります。左サイドを使います。そこから鈴木、レッズ後半の立ち上がりどう思われますか。中西さん、はい、リードしてますからまずまずの立ち上がりじゃないですかね。トラップして、縦に出す、いいプレッシャーですよ。左サイドから上がる、あっと危ないプレー。ここからリスタートになります。ここはなんとかクリア、いい動きですね。さあロングパスだ、右サイドを使ってきた、後ろにパス、前へ送る、前に送って後ろへ、一旦戻します。前方へ繋いで羽生、少し持ちすぎですね。長いボールだ、左サイドからの攻撃になりました。
あったここでオフサイド。もう一回今のシーンです。いやラインコントロール難しいんですよ。後半の15分に差し掛かりました。右にさばいてオフェンシブハーフ羽生、そして坂本、中央から上がっていきます。縦に送ってエメルソン、スクエアにボールを運びます。ボールを持っているのは永井、左に振って縦に出して、そしてここは羽生、縦に出した。一旦キーパーに返しました。前に出した。レッズ右から上がっていった。追加点のチャンス、かろうじてクリア。縦へのパス。レッズ後半の動きがちょっと気になるんですが、リードして急に慎重になったのかもしれませんね。キーパークリア、必死に守ります。ここから山田、ここは鈴木、この位置から蹴るのは鈴木。回して鈴木、そこから坪井、一旦後ろへ返します。縦への大きなパス、オープンスペースを使ってきた。サイドにパスが出た。レッズ3本目のコーナーキックです。またチャンスになります。攻めの時間帯ですね。ゴール前に切り込んだ。左に送って、ここで仕掛けます。ここはカットします。下げて、ここは内立て、繋いでサントス、激しい奪い合い。もっと笛が鳴っていました。オフサイドでしょう。やや飛び出しすぎたようです。もう一度ご覧いただきます。ちょっと早かったですね。ダイレクトパス、少し欲張ったか。レッド中央から持って上がります。前、後半30分を回ろうというところ。ここは落ち着いていきたい。右へ出した。センターバック斉藤、リターンして、いいワンツーですね。左サイドから上がっていく。そして斉藤、そしてここは中島、ここからサンドロ、長井、うまく食い止めます。右サイドを使います。競り合ってレッズ右のサイド上がっていきます。縦へ、チャンスになるか。通った、打ってきた。よく守ります。中央上がっていきます。ドリブルで上がっていく。ここはエメルソン、まだ目が離せない。いいチェックですね。スペースへ出す。これは通りません。キーパーセーダ、
あっとオフサイドを取られてしまった。先ほどの場面ご覧いただきましょう。いや最終ラインがうまくコントロールされてますよ。通るか、中にパスが出た、シュートに行く、右へ、いや決定的でしたね、はい、少しもったいなかったですね、焦りましたね。ここは次に期待しましょう。さあチャロ落とします。左に出した、前に送る、決まれば同点、体に当てた、まだクリアしきれていない、よく守っています。回して羽生、ボールは左サイドへ、いいディフェンスです、縦に送ります。ホイッスルがありました、ファールのようです。フリーキックになります。もう一度頭で、マルキーニョス激しいマークを見せます。さあ後半40分を回りました。左へ出して、右にはたいた、右サイド長いボール、このパスはどうだ、抜かれた、ボレーシュート、しのいだ、ここはよく弾いて一旦ピンチを出しました。よかったですね、またチャンスですよ。さあどうする、ショートコーナーできましたよ。真ん中へボールが入ってくる、佐藤ヘッドでクリア、縦に出す、左にはたいた、前へ送る、一旦後方へ下げます、一気に前方へ送る、大きく横へ運んでいきます。少しずつ上がってきました。ロスタイムは1分ほどあります。逃げます、前に送って、ゴールを狙った、ゴールマウスのわずかに右、今の攻撃は非常に良かったですね、中西さん、はい、それだけでちょっと残念でしたね。もう一度、そして今タイムアップ、1対0レッズ1点差で勝利、逃げ切りました。中西さん、前半に1点が入り、そのまま終わった結果となってしまいました。いかがですか、はい、後半もお互い攻め合ったんですけどね、レッズとしてはそこをなんとかうまく逃げ切ったという感じですね。ああなるほど、それでは試合のスタッツを振り返っていきましょう。レッズやはりシュート数でも上回った結果になりましたね、はい、積極的に攻撃した結果だと思います。次もこういう試合を、ね、展開してほしいですね。改めまして試合結果は1対0レッズ1点差で勝利しています。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。解説は中西哲夫さんでお送りいたしました。中西さんどうもありがとうございました。実況はジョン・カビラでお送りしました。皆さんまたお会いしましょう。